はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、今回はね、羽田空港事故に関するニュースからね、ちょっとこう、関連するお話になります。視聴者さんからね、コメント投稿をいただきました。都心上空で事故があった場合、地上に大被害が発生した場合、ね。でもこれはね、安心してください。大丈夫です。これね、皆さん、これを見てる皆さんね、心配しなくても大丈夫です。ここのところは、航空会社と国とかがちゃんとしっかりしているので、実はこんなコメントをいただきました。タレさんからね。はい、もう何も心配はありません。特に羽田空港は国内線運用で成田空港を国際線運用という位置づけだったのに、某政党国交省大臣を20年ほど続けるようになってから、羽田空港への国際線受け入れ継続して、さらに受け入れ、増便して、さらに米滑走路増設しても間に合わず、南風運用だとかの名目で、首都上空からの離着侵入ルートまで開設してきたから、今回の衝突事故が不幸中の幸いで滑走路上付近で済んだけど、いつ都心部上空で飛行中のトラブルが起こって地上被害があっても不思議ではないと思う。はい。その通りなんだけど、全然大丈夫です。これを見てる方。安心してください。ね。もうおじいがパーフェクト解説します。どのような流れになってどうなりますよということで簡単に説明します。この動画をちゃんと見ていただければ皆さんちゃんと安心してくれると思います。ね、そうやって言う人ね結構多いんだよ。実は都市こんなルートでっていう、でも安心なんです。その、ね、風向きによっての都心上空ルート。このルート上は実際に国土のごく一部、日本がこうやってやって、東京のごく一部やって、もう 99% どころか 99.99999% はそのルート上に該当しないというね、事実。だほとんどもう 99.99999% の国民には無関係な話なんです。万が一何かあったとしても、この 99.99999% の方は何も被害を受けない。全く、外野なんです。これがね。当事者にはなりません。そして、そのルート上であったとしても、その何か被害が出るとしたら、例えば地面になんかポンって起こったとしても、じゃあ地面直せばいいじゃん。その、で、いろんな山とか公園とかね、いろんなものもあるわけで、実際に被害が出るとしたら、そう、たまたまそのね、ごく一部のルートの中の、たまたま何かの建物、ね、そのところに、飛行機の残骸がボカーンと起こった場合ね。で、だからごく少ないんだけども、この炎上して、例えばね、1機もしくは2機がぶつかったりとかしてね、炎上して墜落しても、地上の影響は1000件未満なんです。で、この1000件っていうのが、潰れる1000件ではなくて、なんかこのネジが瓦に当たってね、1枚傷がついていたとか、なんかの部品が来て、なんかガラス1枚割れたとか、そういうちっちゃなもの。だ大きな塊がボトンって落っこって、実際にたまたま運悪く密集地帯に来たとしても、都心部なんで、丈夫な建物が多いんで、ビルの上になんか落っこってもコンクリートで守られてるので、昔ながらのね、なんとか長屋ね、桃さん、桃さん、いるかいみたいなね、大きくなんだいって言いながらね、ああいう長屋にボンって起こったら潰れちゃうかもしれないよ。ね。でも、大体都心部なんで、
そのコンクリートの建物に密集したところだから、まあ、そこのビルの上になんか引っかかって起こったりなんかしても直接人間には大きな影響ないよねっていう、まあ、たまたま部品とかあの本体があの通行してる人のところにね直撃するかもしれないけど、その確率はものすごいちっちゃいし、で、そうなったとしてもそんなに日本の国民ね1億人以上いるんだから、で1億人のうちの9000万人以上がみんな亡くなっちゃったってわけじゃないでしょ。ほんのたまたまね、まあどんなに多くても数百人ぐらいで済むんじゃないか、まあ1000人いかないんじゃないかなっていうね。まあでもあの乗客が570人いたとしても、まあ、大体1000人から2000人ぐらいかなっていう。そうすると、まああのネジで傷ついたとかっていうのも入れても1000円なんてそんなにいかないよねっていうね。あの臭かった、なんかあの煙が来たとか、あのね、臭くてすすが飛んできて洗濯物が汚れじゃないとかって、そういった小さいものまで入れても1000円未満ではないかなと。で、人が亡くなっても、まあ、1000人2000人ぐらいで収まるんじゃないかなっていうね。日本の人口からしたらわずかなものなんだけど、でも被害者が出た場合はちゃんと国とかね、あの旅客機の会社が被害者のご冥福を公式に発表してくれるんです。安心してください、きちんとご冥福、そして、一度にたくさんの方が残ったら何かしらの何か残るものを作ってくれたりします。なので安心してください、ね、きちんと被害者のご冥福をね、発表してくれます。そして、事故原因を一応調査します。そして二度と同じことが起こらないように、ね、それと全く同じことが起こらないように、いい、それと全く同じことが起こらないように再発防止案を出すとともにね、ルールの見直しなどしてくれます。なので安心してください。そして、破損したものはルールに従って保証してくれます。ね。何も悪いことをしていないのにね、飛行機が落っこってきて壊されちゃった。ね。そういったものはルールに従って保証してくれます。例えば今回も516便に乗っていた皆さん、あの預けた荷物はおろか手荷物すらも持てない状態で人間だけ避難なんです、ね。なんで手荷物持っちゃいけないか。脱出用のシューターを傷つける可能性がある。ね、それで、実際のお土産とか、ね、お金とか、いろんなもの。まあ、保証がね、だいたい一人当たり、基本的に15万円ぐらいとネット見ると言われています。過去のいろんなね、ものから見て。で、今回は、もうちょっとこう、色付きをしてね、まあ、一人当たり20万円ぐらいは、保証してくれるんじゃないかなっていう。だから本当、手荷物持っていたもの、バッグとかね、全部のものを含めて20万以下だった人は、まあ、トントン、もしくは、まあちょっとプラスぐらいかな、まで行くと思うけども、まあ多くの方ね、20万以内で収まるかどうかはわからないけども、うん、でも、ちゃんとルールに従って保証してくれるんです。だから車もそうなんです。新車乗ってて、で、ぶっ潰されてもね、保険会社は、新車にして返しよって言っても、原状復帰なんです。ね。ルールに従って保証してくれるんです。これが世の中の仕組みなんです。保証はしてくれるので、安心してください。そして、いろんなね、その保証の内容とか、ね、どっちが責任だどうのこのとかってね、そういうのもあるかもしれないけど、まあ、たとえその保証をね受けるのに裁判で数十年かかっても結果は出ますから安心してください。
どんな情報が出てこない。例えば、ボイスレコーダーをね、公開されない。ね、企画しますとか、ね。その白黒はっきりつかないと、ね、保証してくれない。もう、わしはもう先短くて、結果が出るまで待てないよ。結果が出るまで寿命がないとしても、安心してください。ね。ちゃんと結果はね、決着はつくんです。なので、まあ、ご本人さんが、ね、ご存命の間に結果が出ないとしても、その後にね、ちゃんと、まあ、遺族の方にね、ちゃんと保証が引き継がれる。だから安心してください。いや、わしはもう身内もいないからってね。そうなった場合は、誇らしいじゃないですか。国庫金、ね、自らの死が無駄にならず、ね、国庫金、まあ、支払いがね、支払い先がないということで、そのお金は、またいろんな困った被災地とか、そういうところで役立てるお金がね、増えるというかね、まあ、なくならないで済むので、まあ、本当、お国のために、ね、お役に立つということなので、これは立派なことなんです。ね、なので、亡くなってしまっても、ね、そこに負い目を感じることはないので、まあ本当、しっかりと、ね、成仏してください。安心してください。ね、生きてる間に裁判が長引いて、保証がね、まだ先になっても大丈夫です。安心してください。どっちに転んだとしても、ね、マイナスにはなりません。ね、はい、そして、被害に受けた方、ね、そしてそれに関連する方、そんな大きな事故が起きた場合、そのことがね、忘れないように、ちゃんと語り継がれます。ずっと語り継がれます。なので、無駄じゃないんです。亡くなられた方も無駄ではないんです。そういった方のおかげで、その後のね、対策が考えられるわけなので、無駄じゃないんです。ね、でそう考えると、そっか、今後の国の安全のために、俺は犠牲になったのか、ってね。そのルート上でドキドキしてる方は、万が一何かあった場合は、でも、ずっと語り継がれる。こんな被害の方が、何名様がね、犠牲になったって、この何名の中にカウントされるわけだから。これがずっと日本という国はね、まあ、あともう何年か分かんないけど、まあ、存在、日本という国の名前で存在しているので、ね、まあ、近未来、日本はなくなって中国になっちゃうか、ね、どっちかだと思うけど、ロシアになっちゃうか、中国になっちゃうか、ね、ロシアと中国で半分ずつになるんじゃないかなと思うけど、まあ、とりあえずでも日本という国が存在している間は、ちゃんと語り継がれます。何年、ね、なんとか事故。犠牲者の方が何名あって、こんなことを言うと申し訳ない！ね、語り継がれます、ね。他の病気で亡くなったりとか、交通事故で亡くなった場合はどうでしょう？語り継がれますか？ね、無謀運転で、どうのこうのってね、で、なんだっけ、青ライターなんかして亡くなっちゃって、ね、そのあなたのその事故が語り継がれてますか？そうでしょ？でも、日光の123便っていうと、当時生まれてなかった人までみんな知ってるんです。語り継がれてるんです。だから無駄じゃないんです。そして、日本人として、ここが一番大事。ね。いろんなところの関連する責任者は首が飛びます。辞任します。辞任します。もう、そこの責任者は、ね、辞任して退職金をもらって違うところに移動します。安心してください。国民が許しません。責任を取れ！ちゃんと責任を取って辞任します。
安心してください。こんなわけで、だから安心して都心ルートを見守ってね。納得できたでしょ？ね。マイナスはない。ね。で、そのね、もし都心上空で何かがあって、それが、例えば、航空会社のね、パイロットのミスだったりとか、ね、なんかそういったものだとしたならば、国がちゃんとあなたに代わって、しっかりと言ってくれます。大変遺憾である。ね、滅相もございません。ね、滅相もございませんだよね。恐れ多きお言葉。お国の大臣のお言葉、直々に、誠に遺憾であると、お叱りになっていただける。国民の怒りは、国のお大臣様がしっかりと言ってくれるんです。大変遺憾である。ね。そして、なんでこんな事故が起きたんだ、こうこうこうでこうじゃないのか、ちゃんと説明してくれます。納得できるように。こういったものがあるけどもメンテナンス中でした。こういったものがあるけど、でもあの時はちゃんと無風だね、枯れ前だったし明るさも見えたし、まあ使っていたとね、その条件に見合ってなかったから使っていなかったんです。ちゃんと説明してくれます。安心してください。ね。国はしっかりとしてるんです。ね。何かあった場合もちゃんと動いてくれるんです。安心しましょう。ね。で、こういったものでこうじゃないのか。大丈夫です。なんでそんなことが起こったんだ。国民のその疑問にちゃんと答えてくれるんです。凝視するものではない。ああ、そうなんだ。そうだね。そりゃ仕方がなかったね。ちゃんと納得するお言葉をね、しっかりとお国が述べてくれるわけです。ね。なんでなんだろう。仕方してるわけではありません。だから、安心してください。ね。そんなわけで、今回はね、本当に、まあ、いろんなね、まあ、世間がどうのこうのよりも、まだまだこれからも、ね、滑走路は増えないのに、飛行機はね、どんどん増えます。さらに増えます。もっと増えます。で、今は、こっち側の方はね、離陸専用、着陸専用ってあるかもしれないけども、今度はそれをカバーするために、今、ね、着陸離陸専用も離着陸兼用になっていくことでしょう。ね。でも大丈夫です。何かがあっても、ちゃんと国が出てきます。見て見ぬふりまで、バーン事故がありました。何も気がつかない。ニュースにもならない。そんな日本ではありません。ちゃんとニュースでね、やってくれます。ね、安心しましょう。ね、そういうことでね、この問題はいいよね。と、都心上空のルートでね、安心してください。それで、都心上空はね、ここはみんなが国民の理解を得られるわけですから、ね。東京以外の空港も、ね。要は、どこの空港、大阪にしても、名古屋にしても、ね。福岡にしても、ね。いろんな都会で、ね。皆さんの住んでいる、ね。屋根から10メーターぐらい上もボワーンとね、行く時代が来るかもしれません。でも安心してください。何かがあったら、どこで起きたとしても、必ずちゃんと国がね、出てきてくれます。ね。大丈夫です。ちゃんと、被害者が出たら、お国が出てきて、
ご冥福をお祈りしてくれます、ね、大変遺憾であるも言ってくれるし、事故の原因を調査して再発防止案を出してね、ルールを見直してくれます、ね、なので、福岡空港でね、重大なインシデントが出たので、この空港ではちゃんと見直しをして、こんなことをしようねってちゃんと決まりました、ね、で今回は羽田空港でねあったので、羽田の問題を見直してね、でこれから再発防止案などもね、いろいろ出てきてなります。安心してください。でまた同じことが、じゃあ大阪の空港でまた出たら、じゃ あまたね、事故原因を調査して、大阪空港の再発防止案とルールがね、出てきます。また今度は名古屋で同じ事故が起きるので、そしたらまたちゃんと原因を調査して、再発防止案が出て、ルールを見直してくれます。安心でしょ？日本っていい国でしょ？で、また同じ事故が北海道で起きるんです。そしたらちゃんと事故原因を調査して、再発防止案をして、ルールを見直してくれます。ちゃんと動いてくれるんです。日本という国はね、しっかりとしてるんです。はい、そんなわけでね、安心してくださいの動画でした。いい動画だな、本当。皆さんどう思いますか？